俺にも昔同じ時代を共に生きた仲間がおったぜよ。たとえ時が流れ肉体が滅びてもそこにあった絆や夢は不滅ぜ。ヤキ、恩師の気持ちよく分かったき。今ここで小柄な奴らに負けるわけにはいかんの。あれは純真か。いけるな龍馬。おお、一戦隊のバハムート、大掃除いたしそろう。中心化龍馬半端ないである。どんな相手でも負ける気がしないである。すごいぞ。おそこにいたのか。いつまで見てるつもりだルシファー。少しは楽しませてくれそうだな。余興の続きだ。蹴りをつけてやる。すぐに目を覚まさせてやるぜ。はい。あれを打ち破らない限りは。少しはやるかと思ったが、所詮はその程度か。もういい、終わらせろ。龍馬、重心化しても歯が立たないのか。ルシファー、やっぱり強い。こんなもんじゃないよな龍馬。これくらい歯ごたえがあった方がちょうどいいぜよ。なんかパワーアップしたっぽいである。行くぜ龍馬。無駄だ。よし、やった。まだ来るぞ。およいしょ。何が来るである。ヤバいのが来たである。うわいつまで遊んでいるつもりだルシファー。おお、車両見学会でしか見られない裏側であるんだ。ありえない。よけて！
いい。どうということないちや。しぶといやつめ。俺もアキラも葵もミナミももう一度お前と会うために強くなった。今度こそお前を俺たちの大切な友達カグツチハルマを取り戻してみせる。一体何を。たとえ記憶を奪われていても俺には分かるんだ。俺とお前はこんな風に向かい合うんじゃなくていつも笑い合っていたんだってな。何をバカな。なんだ今のは。騙されてはいけないわ。そいつは友達なんかじゃない、ハルマの敵なのよ。ハルマ。貴様はここで潰す。なんで分かってくれないんだハルマ。ストライク。